ちょいちょい、また来た。はい。怒ってるね。怒らんよ。おばあちゃん家で一緒に暮らしてるとき、因縁でもあったん？仲悪かったん？そもそも。食べよったやろ今。ねえ、あら、ちょっと待って、乗ってる。チビチビチビちゃん、まだこの子たちは慣れないですね。はい、もう俺よしが、オリオくん、爪とぎがもうすごいことになってる。ペちゃん。はい。カップ。おはよう。あったかいね、ここ。おはよう。はい、来た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 。はい。来てください。はい、おいで。ああ、垂れる。ちょっと、ダメダメ、ちょっとあんた待って。はい、厳しいね、あんた、オレオくんに。はい。はいはいはい。はい。かわいいベイビー。
はいはい、かわいいベイビー、はいはい、かわいいね、あんた下が出とるよカプちゃん、今日はね、このホットカーペットをつけてるからね、あったかくて気持ちいいらしい。ねえねえ、カプちゃん、カプちゃん、カープちゃん、ご飯食べる？それともおじさんにする？カープちゃん、カープちゃん、おしり、いやー、カープちゃん、いや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 いカプちゃんいっぱいおるよ、今あんた。ここに。カプちゃんだらけ。ね。嬉しい？忙しい？もうやめてくれ。そんな言わんで。ねえねえ、そんな言わんで。ね。はい、ただいま夜12時ぐらいなんですけども、なんかね、ここの袋の中にね、1ヶ月前ぐらいに保護猫活動した時のご飯がちょっと余ってたんですよ。でちびちゃんがそれをなんか見つけて、あ、そういえばあったなぁと思って、まあ腐れてもカビも生えてなかったんで、まあ臨時ボーナスというか、まあ与えてみようと思って向こうに入れたんですよ。そしたらね、チビちゃんが食べてるんですけど、オレオくんとカプちゃんが食べに行ったんですよね。そしたらふがふがうなりながら食べてて、これは私の食べ物じゃって言いながら、うなりながら、みんなを蹴散らしました。ちびちゃんね、やっぱ独占力強いわ。独占力っていうか、わがままというかね、わがわがですね、僕みたい。ちょっとオレオくんはでもちょっと慣れて横で食べてますけどね。水飲むときもうなってるやん。カブちゃん食べていいよ。食べり？カブちゃんいいよ。そっくすくんも後から来るっていうね。そっくすも食べり？カブちゃんいいよ、食べて。えらいえらい。あ、そうそう、それで分けっこしたらいいから。